おっと、もう夕方か。なんだかんだ言って結構長く潜っていたんだな。そうですね、ティオ、どうしたんだ？なんでもないです。早くヨナのところに戻ってメモリークォーツを受け取りましょう。それにキティの正体も気になりますし。そうだな、何かつかめてるといいんだが。ローゼンベルク工房。ちょっと待て、ローゼンベルク工房って人形を作っている工房だろ。北の参道の途中にあった。そうだよ、その通りですよ。でもキティのアドレスを解析したらそこがアクセスポイントって出たんだ。何の冗談だよこれは。確かに不可解ですね。どういうことなんだ、あの工房にキティがいたら何かおかしいことでもあるのか。その現在実習内に敷かれている動力ネットワーク網は市内とウルスラ病院くらいなんです。あとは湖の対岸にある保養地ニシュラムくらいでしょうか。あ、無線の動力波は不安定だから普通の動力通信にしか使われない。大量の情報のやり取りをする動力ネットは基本的に有線なんだ。ウルスラ病院とミシュラムだって固定に動力ケーブルが通ってるし。でもどう考えても山道外れの工房に動力ケーブルが敷かれてるわけがない。あー、もうどういうトリックなんだよ。まさかな。まあ謎は残されましたが収穫はあったみたいで何よりです。それでは報酬をいただきましょうか。はあ、分かったっつーの。あんたらの助けがなかったらここまでたどり着けなかったしな。これが俺たちが興味を示す情報か。ぶっちゃけて言うとルバーチェ絡みの情報、関連情報もまとめといたからあんたらには重宝すんじゃねえの。それは。なるほど、確かに一番知りたい情報ですね。言っとくけど知ってるやつなら全部知ってるような情報ばかりだぜ。例えば警察の上層部なんかはとっくに掴んでるネタばかりだろ。いや助かるよ、そういう情報が回ってこなくてちょっと困ってたところだったからさ。あっそう、よかったじゃん。ああ、もう今日はもう寝る。また明日、さっきの手がかりをもとにキティの正体を追ってやるからな。まあほどほどにな。せっかくの記念祭なんだから引きこもってばかりいないでデートでもしてきたらどうだ。うるせえ、余計なお世話だっつーの。この弟系装飾男子を装った食いまくりのリア充野郎が。意味不明だけど不当に中傷してるみたいだな。そういえばロイドさん、記念祭の初日にセシルさんとデートしてましたね。え、その後もノエルさんたち姉妹と両手に花で楽しく過ごしたとか。なるほど、
経験者の言葉には重みがありますね。そのティオさん、何がおっしゃりたいんでしょう。いえ、特に何も。メモリークォーツをコネクト。これで一通りの項目にアクセスすることができます。結構揃っているな。今まで不明なところも多かったルバーチェの情報、まとまった形で確認できるのは初めてかもしれないわね。そんじゃまあ一通り目を通していくか。ああ。なるほど、よくまとまってる情報だな。今まで聞いていた話が的確にまとめられている感じね。しかし改めて見るとやっぱりとんでもないですね。ああ、非合法なビジネスで相当儲けまくってる感じだな。こうしてみるとやっぱり大きな組織だよな。それに軍隊経験者もかなり多そうな感じだし。ああ、前に下っ端と戦った時かなり手強かったのも納得だぜ。でもあの時の軍用犬そのまま運用しているみたいですね。私たちが捕まえたのも無駄になったというわけですか。そうだな。ちょっと虚しくなるわね。こりゃ、なんつうか印象的なおっさんだな。ユーモラスな外見ですけど、やってることはえげつないです。それに、思っていた以上に柔軟で頭も切れるみたいね。帝国寄りなのに、共和国方面にもコネクションを持ってるなんて。相当厄介そうな相手だな。
あの若頭の人、両兵団の出身だったのね。西風の旅団、どこかで聞いたことがあるような。大陸西部において最強と謳われた両兵団の一つだ。その部隊長をやってたってことは相当な戦闘力なのは間違いねえな。キリングベアって名前も何度か耳にしたことがあるぜ。そうか、確かにすごい迫力だったけど。でもやっぱりランディ、そういうのは詳しいんだな。昔噂で聞いたくらいだけどな。これがハルトマン議長。なんつうか、政治家ってより帝国の大貴族って感じだな。しかし、あの鉄血宰相と会見したってのはマジなのか？ええ、非公式ではあるけれど、去年の春頃、オズボーン宰相がクロスベルを訪れたらしいの。おじい様には会わずにハルトマン議長とだけ会談してすぐに帰国したらしいけど、一時期各国の政界ではその話で持ちきりだったみたい。そんなことがあったのか。鉄血宰相、相当有名な人みたいだけど、何のために訪れたのかちょっと気になりますね。なるほど、今まで漠然としてたところがかなり見えるようになったな。ええ、冷酷かつ抜け目ないトップと歴戦の両兵だった若頭の存在、そしてハルトマン議長との関係ね。しかもその議長ってのはあの鉄血宰相とも何かしらの関係があるんだろう。確かにクロスベルの警察が全く手を出せないのも納得だぜ。そうだな。待ってください、渡されたメモリークォーツの中に隠されたデータがありました。隠されたデータ？って隠したってんなら、あのガキが隠したんだろう。ええ、どうやら私が気づくか試そうとしたらしいですね。後でお仕置きをしないと。それはともかく、その隠されたデータも見れるか？ええ、お茶の子サイサイです。な、これはシュバルツオークション。エステルちゃんたちが言ってた例のイベントってやつか。はは、あのガキ、洒落た真似をすんじゃねえか。どうやら本当に存在するイベントのようですね。それもルバーチェ絡みですか。ああ、怪しいとは思ってたけど。よし、とにかく見てみるか。Thank you.
これは信じられない。そんなものが毎年開かれていたなんて。でもちょっとおかしいです。秘密にしている割にはかなり大規模な催しですけど。いや、警察とマスコミには厳重に規制がかかってんだろう。でもなけりゃこんなもんが表沙汰にならねえわけがねえ。その通りだ。課長、お疲れ様です。やれやれ、まさか自力でそこまでたどり着いちまうとはな。まあいい、ここじゃあなんだ、そっちの部屋で一通り話してやろう。それじゃあ、あのファイルにあった情報は全て事実ってわけですか。ああそうだ。誰が調べたもんかは知らんが、なかなか的確にまとめてやがるな。でも警察の上層部では全て掴んでいるんですよね。ああ全員とは言わねえがな、警部クラス以上はもちろん一課の連中は全員知ってるはずだ。遊撃士協会だって受付やアリオスあたりだったらとっくに承知しているだろう。これも壁ってわけですか。ああ、とびきりでかい壁だ。基本的に俺はお前たちの行動に制限をつけるつもりはないが、シュワルツオークションにだけは手を出すのはやめろ。お前たちには荷が重すぎる。でも。おいおい課長、言葉を間違えてんじゃねえよ。俺たちに荷が重いってより警察そのものが動けねえんだろう。それだけの有力者を招待して、しかも実質的な主催者の一人があのハルトマン議長、そんなの動けるわけがないわ。民間人に危険が迫らない限り遊撃士協会も動けませんし、誰も手が出せないということですか。だからといって悔しい思いをしてんのはお前たちだけじゃねえ。特に一家の連中は毎年歯ぎしりするような思いだろうさ。非人道的な催しだったらそれこそギルドに動かれる前に意地でも突っ込むところだが、どうやら出品物が黒い以外は豪華なパーティーってだけらしいからな。実際下手に手を出しまったら支援課ごと潰される可能性は高い。だから今回ばかりは俺もお前らを止めざるを得ない。ま、そういうことだ。やれやれです。納得しろとは言わん。だが現実を直視し、自分たちに何がどこまでできるか見極めるってのも時には必要だ。そしてその悔しさを忘れない限り、いつかきっとチャンスは来るだろう。お前たちが諦めなければな。わかりました。この件に関しては手を出すのはやめておきます。ロイドさん。やれやれだな。ロイドってば。ほら起きて、もうミーティングの時間よ。
あ、おはよう、エリー。どうしてここに？おはよう、ライド。あなたが起きてこないから様子を見に来たの。どうせ昨夜はいろいろ考えてて寝つけなかったんでしょ？お見通しか。エリーは平気そうだな。この程度でへこたれてたらキリがないもの。それに私はどこか気づいていたのかもしれない。クロスベルで開かれている秘密の社交界というものが後ろ暗いものである可能性を。でも多分自分をごまかして気づかないふりをしていたのかも。これ以上後ろめたい思いや悔しい思いをしたくないために。エリー、だから今は悔しさや後ろめたさを素直に受け止めることにしたわ。課長の言葉じゃないけど、それが私のバネになると思うから。そっか、よし。エリーがそこまで気持ちを切り替えてるんだったら俺もうじうじしてられないな。すぐに着替えるから一階で待っててくれよ。うん、分かった。朝食の準備もしてあるから食べながらミーティングしましょう。ああ、サンキュー。前に話した時よりも迷いがなくなったみたいだ。うん、俺も負けてられないな。記念祭も4日目、今日も忙しくなりそうだ。さてと、4日目の業務を始めよう。新しい妖精が入っていないか念のためチェックしないとな。そうね。今日は市内でパレードもあるし、逆に郊外に足を伸ばしている観光客もちらほら出ているみたいだし。紛失物とか迷子とかいろいろと入ってきそうですね。まあそのあたりは正直全部は面倒見きれねえけどな。俺たちでやれる範囲のフォローをしていけばいいんじゃねえか。なあ、そうだな。